なんか環境問題の一環でさプラスチックストローを紙ストローなんかにしてさ切り替えて、えー、プラスチックを削減してますっていうねあのごちゃごちゃ言うとるね、あの世界的にそうじゃないですか今ってでも紙ストローならぬ草ストローなんかも出てきてるわけですよけど紙ストローってマジであの風味を阻害するんですよ。まずいんですよ。うん、ね プラスチックって味んからさ、だからこそ、例えばオレンジジュースを飲んだら、オレンジジュースの味がするわけですよ。けど、紙ストローとか草ストローになると、紙の素材の味、プラスオレンジジュースが混ざり合って、クソまずくなったりするわけですよ。あと、すぐにヘネヘネになるから飲みにくいし。ね。それってすごい意味ない話なんですよね。本末転倒というかさ、味を楽しんでもらうっていうね、その、元が、 なくなるっっってて味が変わってしまったら意味がないやんっていうなんうもうストローなしにすればよほど環境に優しいぜ紙ストローすら消費しないからね紙だって資源なわけだからさっていう問答がいっぱいある中で俺ふと思ったんよね。そのなんだろうなプラスチックは確かにその自然に分解されないからあの一生って言ったらあれかもしれんけど、まあ、半永久的に残り続けるわけですよ。 ね、例えばそれが海とかにねあのバーって出ていった時にあの海底に溜まってしまうとかさ海を漂って、ね、それを間違って飲んでしまった魚とかさ、ね、マイクロプラスチックになってそれを魚が飲み込んで,でその魚の生態系に異常を与えてみたいな吸ったもんだっていう問題があるかもしれんけどよく考えてみたらそのゴミを自然に捨てるのが悪いのであって。 プラスチック自体はすすごい便利なな素材なんですよね。だから紙ストローを増やすんだったらゴミ箱増やして <laughs>、ね、ゴミ箱増やしてちゃんとゴミをゴミ箱に捨てるようにしてそのゴミを回収して燃やしたりとかリサイクルしたりとか、ねえー、そういうちゃんとした処理をして自然に流されない流出しない放出されないっていう仕組みを作れば別にプラスチックストローでもいいんですよ。 例えば日本なんかはほらビニール袋とかもあったりするわけじゃないですか。ね、あれも結局、ねあのー、外で捨てられたら、えー、環境に影響が与えられるからっていう理由でなんかみんな、ねあのー、やめようっていう話になってるんだけどさビニール袋の表面見たことあるこのビニール袋は自然に変える素材で、ね、自然に変える素材で作られたビニール袋ですっていうの書いてあるわけですよ。分解されてね。 ちゃんと自然に帰りますよっていう素材で作られてるビニール袋なんですよ。それだったらワンチャンね、ゴミ箱以外の外に捨てられたとしても、長い目を見れば自然に帰ってくんだから、いいじゃないですか。別にそれって。けど、ビニール袋を使うのをやめましょうみたいなことを言うわけですよ。意味わからんよね。けどやっぱりそら、ね、目に見えるからさ、それって。 ビニール袋とかプラスチックのストローの使用率をこれだけ下げましたっていう数字が出せるからさ、ね、本質は全く関係ないんだけど、うん、だから前にね、えー、っと、ここの思想の話でしたと思うんだけどさ、環境問題の主語ってどこなんよっていう。ね、地球を守るための、ね、地球第一っていう考えで環境問題に取り組むのか、人間 を第一にして人間の利便性とか人間が長く生活できる暮らせるっていうことを第一目標地球は第二目標っていうのにして、えー、環境問題に取り組むかって主語が変わってくる優先順位が変わることによって結果って全く変わるわけですよ。ね。だそうでしょだって地球のことを考えるのであればねビニール袋紙ストローかね紙ストローとかスプラスストローもちゃんとねあの 海に捨てない、川に捨てない、自然に捨てない、ゴミ箱に捨てる、ちゃんと処理をするっていうことができれば、別にプラスチックとか使っとってもいいじゃないですか。ねえ。<laughs> ねそうでしょで、それでさ、例えばさ、じゃあそのね、プラスチックを燃やした時に有害物質がとか言っとるけどさ、それって別にね、あの関係ないわけですよ。なんやったら今ほら、キャンプブームとかだったりするわけじゃないですか。木、木みんな燃やしとるよね。 二酸化炭素量増えるよよねね地球に良くないよ、ねね、そうでしょ <laughs>、ね、燃やすという行為自体は別にねそれ自体が悪なんだからさこう別にねごちゃごちゃ言ったところで関係ないしさ、ね、やは山火事とか起きたらさもうダメになるわけやねん、ね、なのにやっぱキャンプとかはブームで薪とか炭とかガンガン燃やしとるわけですよ、ね、だからそこら辺なんかすごいむちゃくちゃだよなってなんかふと思ったよね 紙ストローにあのねお金を使うくらいだったら、ゴミ箱設置したらいいんじゃないっていう,う。何んんて言うんだろうな。ゴミ箱。ね。だから店舗、例えばそ,のそうだな。ファストフード店で紙ストロー。ね。プラスチックストローを紙ストローに変えましたっていうよりは、ゴミの処理費用はうちで出すから、 あの店舗の目の前にゴミ箱設置するとかさね道に捨てるぐらいだったらうちに捨ててくださいよっていううんねそしたらねあの町がきれいになるしね例えばその町に捨てたゴミが風とか雨とかに流されて川だ海だに流れてくっていうのは問題なんでしょだからゴミ箱増やしたらって思うわけさうんね 例えばほら、ね、ゴミ収集車とかさ、あの毎日のようにね、あちこち回っとるけどさ、やっぱあれもやっぱ人件費がかかるからさ、ね、だからこそ分別とかが言われとるわけやにか。ね、だからそれに対してさ、その企業がね、あの、ま、あゴミの処理はうちで負担するから、ゴミ箱、ね、うちでどんどん捨ててってくださいよ、みたいな。ね、道端に捨てるぐらいやったらうちに捨て,てってくださいよ、みたいな。ことで、ね、政府が、 ああじゃあそういうのだったら今まで掃除の費用に回しとったゴミの削減ができるわけだから、ね、そういうところで企業に支援したりとかさ、うん、じゃあ、ね、市が県が都が府が道が、ね、国が、えー、そういうゴミの廃棄肥料っていうのを一部負担しますよだからそういう店舗さんとかでもゴミ箱を設置してくださいねみたいな、ね、あのそうした方がまだ環境にいいよね い <laughs> っちゃなんだけど。うん、そこら辺やっぱなんかずれとるよなっていう。見,て見せかけだけの SDGs なんだなっていうのが環境問題なんだなってなんかすごい思ったりしますね。みんなはどう思いますかゴミ箱の設置は普通にありだと思うけどね。